さ皆の衆、悪魔の狼が勝つか、ブルドッグの死神チェロキーが勝つか、この町始まって以来の世紀の大勝負だ。さあ、はったはった、こんな勝負は二度止めにかかれんぞ。チェロキーに15ドルで。バカ野郎、あの狼が負けるもんかよ。悪魔王に20ドルで。断然チェロキーで30ドル持ってき。町外れの森。ああ、すぐ近くさ。何でも今日はブルドッグと大勝負だって話だぜ。ありがとう。あ、おい、これ。勝負だ勝負だ。よし、戸を開け。手にぶっ殺されて用なしになったらな。ゼロキーはな、一度食いついたら死んでも離さねえ。たとえ雷が落ちようともな。ああ、ダメだ。チェロキーの牙がますます食い込んできやがったぜ。いけねえ、あの血じゃ。もうダメだ。ホワイトハグ！静かにしろ。おい、何をする気だ。俺の悪魔号にカスを入れてやるんだよ。おい、いい加減に起きねえで。恩を忘れたのか、この野郎。立て。やめて、やめてよ、死んじゃうよ、やめて。あれが、この役立たずめ。立て、かめ、この野郎。立て、立てってんだ、この野郎。え、か、どいつら、か。やめて、やめてよ、やめて。か、来い、か。なんというやつだ、恥を知れ。何の騒ぎかと立ち寄ってみれば、全くどいつもこいつも人間の顔をかぶった悪魔だ。殺す気か。ああ、この死神がどうしても話さないときにはな、マット手伝ってくれ。ホワイトファング。坊や、こんなところで会おうとは思わなかったね。この犬は…そうです、早く、早く助けて。
ひどい傷だ。いや、大丈夫。まだ息はあるぜ。いくらだこの犬は。なんだと。売る気はねえや。俺150ドルある。お前にはもったいない金だな。ふざけるな。こう見えてもおらな。そんな口の利き方に注意しろ。私がその気になれば連邦警察だって呼べるんだ。おじさん、本当にありがとう。当然のことさ。するより早くここを出よう。くそ、あいつは何者だ。知らんのか。アラスカ一番の鉱山会社を持っている有力者だぜ。だからなんて名だ。ウィードン・スコットだ。何、スコット。ご存知かね。ああ、ことによるとな。そうだったのか。あの時君がそんな思いで雪の中を歩いていたとはな。ごめんなさい、誰も信用できなかったんです、あの時は。いや、無理もないさ。ミトさ、悲しい思い出は忘れよう。問題はこれからどうするかだ。ええ。じいさん、頼みますよ。いや、もう出血は止めたんですが、意識が戻った途端暴れ出して。危ないよ。こいつは刀剣ですっかり性質が変わってしまっておるんだ。大丈夫です。お前は悪魔号なんかじゃない。ホワイトファング、それがお前の名前だ。僕がつけたんだ。忘れやしないね、ホワイトファング。そうだ、忘れるもんか。決して離れないよ。ミトさ、南の国へ行かないかね。え？私の家はサンフランシスコというところにある。近いうちそこへ帰る予定なのだ。もちろんホワイトファングも連れていく。君が面倒を見てくれないとね。ウィードンさん、いいんですか？いいとも。来てくれるんだね。ええ、喜んで。ウィードンさん。ホワイトファング、さあ、いよいよだぞ。僕ら南の国へ行くんだ。これからは僕以外の人にもなれるようにしなくちゃダメだぞ。いいな。おい、ミトさん。はい。もうすぐ出航だ。ホワイトファングの積み込みが終わったら君もすぐ乗船するんだよ。はい。よし、こいつで最後だ。心配するな、船に乗るんだよ。おれい、おれい。はあ、南の国ってどんなところだろう。あ！へへへへへ。